東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ UK プロジェクト代表遠藤光一ですポリシックスふみです UKP ラジオは所属アーティストやゆかりのある方を迎えしたり UK プロジェクトの歴史を振り返りながら投稿していますこの UKP ラジオアーティストの皆さんもたくさん聞いてくれています 特にポリシックスの林くんとかね <laughs> 林くんとか <laughs> 林くんとかねヘビーユーザーだからねでねこの先日の兵庫参会についてねそうシロップのあの大輝ちゃんつぶやいてくれたりしております、うん、聞いてくれてますね、えー、大輝ちゃんが、えー、兵庫さんに対して勝手に親しみを感じていた理由が俺の中で長らく不明だったんだけれど兵庫さんがドラマだったとしてそういうことかと妙に納得 兵庫さんとツインドラムしたいわとのことなんですけれども、いいですね、いいですね、いいですね、そうね、まあまあ、ドラムじゃなくても、親しみ感じるとは思うけど、なんかその感じもわかります。なかなかパンチの効いたツインドラムになりそうですけどね、そうですねなかなか絵だけ想像すると、ものすごいことになっておりますけど、相当面白いはい。ますさて 今回は、えー、UK プロジェクトの歴史を振り返る第7弾、うんねはい、第7弾きちゃいましたね,ね、はい、そろそろ、そろそろ俺は未来の話をしなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってきたんですけどね、はい、思ってきましたか、はい、これは、はい、なんか居酒屋で昔話をしてるみたいな感じになりつつあるんで、<laughs> <laughs> どっかで立ち止まって考えたいと思いますが。はい 今回は、えー、でも、えー、ダイザーレコードについてお話したいと思います。UKP ラジオ以前の回でもちらって言ってましたけれども、うん、ダイザーレコードは、えー、2001年にスタート。一番最初はダブロテレサね。うんはい、それからまあコンドル44とか、うんうん、まあ主にやっぱり。 ギターが目立つ、うん、それからもう一つの特徴は日本語詞が目立つ、うんうん、その二つがあ、うん、特徴のレーベルになってますね。はい。はい、でございますね。はい。うん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 。そうダイザーレコードを作ったのは遠藤さんですよね。そうですそうです。まあまあえー、っとまあなんだろうひ、うん、一人一レーベルみたいなことの中では、うん、まあ僕はそういうとまあ いわゆるギターロックと呼ばれてるものとか、うん、日,本し日本語詞が立ってるものが好きだったんで、うん、そういうものをやりそういうことを積極的にリリースしたいなと思ったのが「うん、大沢レコー」うん、ああそうなんですね。うんうん、でまあ、えー、っと事務所が3年ぐらい前かなまでは、えー、っとなんだ世田谷区の台沢にあったんで、うん、今ねちょっと。 引っ越しちゃったんですけど、はいはい、あのー、なんていうかゴジラみたいな感じで濁音がある方が強いじゃないかいうそ,こ <laughs> そこ、そ,そう、それ大事でしょ。大事ですか。大事でしょ。だいざって強そうじゃないですか。まあ、強そうですね。はい、でなんかちょっとこうあのなんていうかなあの英語にするとなんかなんていうの。 ワルシャワみたいななしんかねちょっとね字面がねねねねがいいいいっす、ねはい、はい、そうっすすここかからですもんんんそそその遠藤さんのの、ね、あのさううはああなんか、ね、例えば「台座レコード」から CD が出るじゃないですか。うん でまあ、担当の人がタンディレクターなんとかって書いてあって、うん、俺大体こうなな俺,俺とかなあれあいうの何て言うんだっけ<ん>ああエグゼクティブプロデューサーって書いてあって、うん、なんかそれってなんか、うん、あの死んだ名誉会長みたいな響きだなってずっと思ってて <laughs> <laughs> なんかよくないなと思ってて。<laughs> で 大沢ザワレコードで俺の名前をクレジットしてくるときは大沢ザワレコードのマスターっていう風に書いてくんないかっていうことを一枚目からお願いしてでまあはい自分で出会いますっていうになったっすねはい死んだ名誉会長やばいですねなんなんかそういうそういう感じないなんかエグゼプティブなんか 捧げますみたいななんか,、うん、なんかねはい、はい、あの現場感があまりによってこないみたいな感じはちょっとあるかもしれないですね。なうん、ちなみにこうあの昔風な感じで英語にするとダイザレコードって書いてあるんですけど、うん、レコードって書いてあるけどダイザレコードって読む読むのが、うん、えっと古風な日本語呼びですね。そうですね、はい、レコード読みますよね。はい、はいはい、その辺もやっぱりこだわりですか。 そうあのなんかレ,レコーズってちょっとなん,か、うん、なんていうかなバンド名みたいだなみたいな <laughs> 何々<図> <laughs> スライダーズとか <laughs> モズとか <laughs> 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 レコードレコードね。です。年はい、けど、うん UKDZ っていうシリーズで1番から出してもう 200,、うん、200超えてるんで、うん、まあ時々は間違って番号を振るの間違って1個か2個は抜けてますけどでも200タイトル以上は出してるんだねすごいですよね大したもんですねそこそこう感じもあって。そうなんですよ、ね、そうす。うそうギターとね歌みたいなのも ところがあるんですけどまあ最初の頃プチミットいきなり出てますけどねそうあのねこれはね今でも間違ったと思う間違ったんだそうだってこれうんプチミットはねあれプチミット誰だっけコバックスあコバックスね林の大親友そうそう林の親友と林くんの親友ということで知り合ってなんか間違ってこのレーベル出しちゃったんだよな そういう間違いはね。ちょいちょいあるんすよね。はい、あ、はい、あ、<laughs> そうやってレベルカラーが濁っていくんだよね。<laughs> プチビットが悪いとは言ってないですよ。でここじゃなかったんだよね。みたいな、うんうん、で、例えばサードクラスとかはやっぱりそ、うん、の日本日本語が可愛い,い。うん、日本ね。日本語史の典型的なもんだし。うんうん まあ、コ,ンコンドル44とかクリークスっていうのはやっぱめちゃくちゃギターがかっこいいバンドだったんですよね。ちょうどその真ん中にいるのが、まあ、日本語詞とギターが冴えてるっていうところではシロップなんだなっていうふうにはシロップはもう4作目ぐらい出てるもんねうかねこれがなんだっけああコピーだ。 ファーストアルバムコピーが2001年年、うんうん、その頃から始まってますうんでだんだん200体以上全部言えないんでちょっとはしょっていきますけど「はいまあ、バズラがいたり「うんえー、レミロメンの『雨上がり』っていう、ね、ミニアルバムがあったり「あ雨上がり」はシングルだね「うん、フェスタ」がミニアルバムで「うん、雨上がり」っていうシングルが出たり。うんうんうん あととッシュとか、うん、あ最近そのすごい久しぶりに3人でやったっていう椿橋ジューソー、ね「椿屋四十ねもう、まあ、真ん中辺に出てますね、はい、椿屋四十三はやっぱり「うん、ダイザーレコードね」ね、うん、中期のねやっぱメインだったと思いますし、うんはい、あとはそそな「ボラちゃん」とかうん、うんね「ロスエンタイム」が途中から ラライブラレコードからダイザーレコードに移籍されてこれ社内レーベル移籍って面白いんじゃないかと思って珍しいですよね <laughs> 社内レベル移籍つまり社内でプロデューサーが変わったっていうことで、ねうん、チーフプロデューサーが変わったっていう意味ですよねうん、うん、あとはやっぱりディップだよねディ、はいッ,ね、ップだったり、うん、まあ山路君のソロとかね、うんはい、なんかそれってやっぱりまあダイザーレコードの まあ、ギターの象徴っぽいところはあるよね。うんうん、カレンもね出てますね、リそうですね、ねカレン、カレン、まあね、カレンだったらいいかなみたいな、うんうん、アートスクールはちょ,ちょっとなんか、うん、個性が強すぎてだめだみたいな、<laughs> カレンはいいみたいな、<laughs> なあとはノベンバーズだな、うん、なんか。うん、うん ノベンバーズはやっぱすごいなんていうかなあった瞬間かっこいいと思ったしああそっかノベンバーズなんかすごい好きだったし、うん、でも今は僕たちとはな離れてですけど、うん、なんか離れてて離れてからもうすごいかどんどんかっこよくなってて、うん、そういうことは嬉しいなと本当で、ね、思いますね。 で、うん、まあまあこれ後半っていうことうかわかんないけど、うん、2012年にキノコ帝国が出るわけですね。キノコ帝国はね相当いいですよ。<laughs> はい。あそうでしょうよ。はい、そっかもうそれが2012年だ。そう最近の話だと思ったらねキノコ帝国のファーストラムなんて渦になるか。うん は約10年前って考えるとちょっとびっくりな感じしますけれども、ね、佐藤ちゃん変わんないなそう考えるとねえなの間もラジオ出てくれましたけど変わんないよねうん、うん、まあもちろんなんかこうスキルアップしてる感じとかすごいあるけどルックスは全然変わらないそう別に貫禄が出るわけではなくねフラットにいってる感じがすごいする、はい、それいいですよね,ね あとねあ嘘つきう嘘つきだってだいぶ前から出てるんだけどこの中に入っちゃうと最近のバンドみたいな感じになっちゃうんだもんなそうですよね年嘘つき最新だとイーストウケラボとエイジファクトリーかですねまだその うん、イーストウケラボって聞いてもエイジファクトリーって聞いてもなんていうかなレー,ベルレ,あレーベルカラーをなんか、うん、の,の中で輝いてるなっていう感じはしてブレずにっていうのはねすごいなでもちょうどここの資料を見るとねあのー、品番っていうんですか、うん、それがイーストウケラボ去年のやつで200になってるんですもんね。そうすすねすごいな そうっすねうあの昔、そのなん,なんていうか、うん、レーベルレーベル3年または50作説っていうのを唱えたことがあって、はい、一番最初に、うん、思ったレーベルの姿が3年経つとちょっと変わってくるとか、うん、50作品ぐらい出すとだんだんこう濁ってくるみたいな。うん、例えば 日本語誌のレーベルだったんだけどずっと出してると英酒のバンドになんていうかなあの惚れちゃって、うん、そのレーベルの中で英酒のバンドも出すとかうん、うん、そういうふうになんていうかな好みが少し変わっていったりして、うん、結局はそのレーベルカラーってブレていくのが3年かまたは50作がどっちかなんじゃないかなと思ってたうん、うん、時期があって、うん、あ,あそうそう。 例えばずっとインストで始まってずああインストのレベルかっこいいなと思ったらえ 9mm って何だっけみたいなさ <laughs> これ残響な話だけど <laughs> まあででそこが悪いっていうわけじゃなくて、うん、そのレベルのカラーを保つ保ち続けると超難しいよねっていうことは思って、うん、まあその題材レコードもまあだ 時き濁りながら、時ょ戻ってきながら、<laughs> うんうん、まあ一番最初のプチミッドでね、もうもう濁ってるからね。<laughs> 三作目 <laughs> そ？そうそう。<laughs> <だ>濁りとは言わないす、ねま、ですね、マジャ。そうだね。テレホンズのあのあのミニラブも出てますけど、そうですね、ラブアンドディスコ出てるけど、テレホンズもやっぱ悩むところだけじゃないですか。なんかうん、うん、なんか。 うん、その例えばに日,本日本語詞なのかどうかっていうと、うん、まあイシドギターはすごいいいけど冷たいギターじゃないじゃないな、うん、そうですね、うん、あ冷たいギターじゃないですね、うん、だからでも悩むけどでもなみたいななんていうかあの、うん まあ好きになっちゃったらしょうがないよねみたいな多少の濁りは受け入れるっていう <laughs> こ,れこれ濁るって言ったら悪いね悪いけど <laughs> キャパが増えるとでも <laughs> なんかやっぱりそうそうもうヒヤッとした感じでいきたいなっていう感じはちょっとあったんでなるほどなるほどそのヒヤッとっていうのはなんかああなるほどって感じしますそうなのよあのね決してこう熱い <laughs> 情熱的なみたいなその 分かりやすい温度の高さじゃたぶ、うん多分ね、うん、そう多分そういうことが好きだったけど、うん、まあ時々はなんか別な血も入れながら、うん、<laughs> 今まで来たっていう、うん、だからこれ結構結構割と初期の頃はすごい頑張ってそういうカラーを確立しようと思って、うん、こう社内でもこれって今度。 CD 出すんだけれども「うん、ダイザーレコードでいいっすよね」みたいな「いやダメっす」みたいな「ダメっす」ってな何すかみたいなちょっとねギスギスだよ場面もね前半戦はあってねっなんか今そんなことないですかなんとなくもそのダイザーで出すみたいなのの共,共有ができてるというか今まあ今、うん、でもまあいや時々はやっぱり。 うん、ちょっと違うんじゃないみたいな、うん、あのギスギスしないでよそに誘導するっていう技を身につけたなるほど君たちは特別だからあの自分でレベル作った方がいいよとかなんか <laughs> とかなんとか言って言は異様ですからねそ <laughs> そうそう,そう,そう若い頃はやっぱり「いやちょっと俺が認めないとダメっす」みたいなうん、うん、なんかそういうとこあって。ううん、うん ツツンツンせずにでもまあやっぱり UK プロジェクトっていう会社はいろんな個性的なレーベルの集合体でありたいなっていうふうに思うと、うん、その例えばダイザー「大イ大ーで,はで「RX」は「RX」でまあ、うん、まあまあ初恋モード学園はぎ、うん銀なんしかいないけど、はい、彼らは彼らでみたいな、うん、そういうレ特徴を持ったレーベルがいっぱいある あるっていうのが UK プロジェクトらしさだと思うんで、うん、まあ特徴はねうん、うん、なるべく失わないようにしていきたいなっていうふうには思ってるんですけどね。それほんと続いてますよね、この感じが UK ラジオこうね普通にこうアーティストの単発でもねこう単発っていうのから違うな一アーティストで出てるのもあるけど。 こうポコポコとコンピもリリースしてますよねそう2作ぐらいかなえっと2006年に出た「はい、ダイマスの日記スペシャルの日記あ<ー> DVD、ね」2006年1月の25日に出ておりますが DVD えこれもしかしてあ初 DVD だったのかなここの時点では、えー、そうな違うあ違うなあ<ー>違いますねバズラがもう出てますね ああ、そうだねそうか DVD なの、その作でこれは、はいどんな感じでしたこれは、まあね、大変ですよ、これはじゃその辺の詳細を何年だっけ、これ2006年です2006年2005年、2005年、5年から6年ぐらい、そのその間に っていうのは、うん、あのブログがすごい流行ったんですよね。うんうん、でブログが流行ってなんていうかな俺も大マスの大大マ,マスなんで、うん、ダイザーマスターねダイザーマスターの日記っていうブログが結構流行ってたんです。ハテナでしたっけハテナハテハテナブログで割と熱心にほぼほぼ毎日ぐらい書いてたんだけどうん、うん、でその日記 そのブログの中で、まあ、あブログの中のやり取りとかあって何番とかがブッキングされていって、うん、それを渋谷のアックスでやるっていう大、うん、マスの日記から生まれたイベントなんで「大、うん、マスの日記スペシャル」っていう、うん、タイトルのイベントが渋谷で行われたんです。の日記なんですよね。そそそうそう,そうだそれはシロップ シロップ椿屋とかねうん、うん、えっとバズラあと、うん、タマコジュースねすごいそうそうそうあとこの年はポップショコラが出て「うん、えっと自由人だで、あと「えっ、ー、とねペリドッツ」は出たあと「ボランズザ・オリエンタル・マシーンね」ね。で「ロスト・イン・タイム」が出て。うんうんうん それらのそれらの、まあ、まあ1曲ずつ、うん、シロップは2曲だったかなうん、うん、を DVD したやつが残ってますね。うんうん、なるほど廊下でや君がやっててそれれも収録されてます全部ちゃ あの頃ね、うん、そ,うその企画があるって言って、うん、松木君がそのブログにコメントくれたんだよね、うん、俺も出してくれみたいなうん、うん、でそういうやり取りすごい面白くてうん、うん、でごめんごめん決まっちゃう廊下だったらいいけどやるって言うとやりますって言って来てくれたのねそういうものをなんか公開でやるっていうのはそ,その頃はかなり何な、うん、ていうかな 生かしてた。<laughs> そうですね。<う>やってましたね。みんな。<う>確かに、それが現実になって、そこに立ち会えるわけです、ね。そうそうそう。ね、だから、それも、なんていうかな。その、ぶき固まる前から、お客さんとかも、これとかどうですかとか。言ってくる人がいたり。うんうん、なんか、その、記念 T シャツとかも、事前に、こ、こういうのができるんだよって、見せたりして。うん、あれはあれでね、すごい面白かったけどね。うんうん

ツイッターが出てきてブログが急速にさびれるっていうそうっすよねそうそうそうだから昔はそれこそあれじゃないですかブログの女王しこたまいたじゃないですかいたよねいたいたうんインスタよりブログみたいな感じでインスタまだなかったんじゃないあったのかなったかったですね。なんのかそのあたの今のインスタみたいな感じでねインフルエンサーが。 ブログそうだねでもツイッター出てきたらさやっぱブログ読むの俺もカッタラくなっちゃったもんねねもちろんブロガーみたいのいっぱいいるわけでしょうん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 あのあのなんハーチューとかいやいやブロガーここ出てきますかえブロガーってえばハーチューじゃないハーチューハーチューわかりますけどもそうそうねでででツイッターなツイでツイッター自体しばらく続いてでまあ インスタがあったりでももう一回ちょっとノートとかさ、うん、ああいう長い長い読み物がちょっと評価される時代ってちょちょっと順番が回ってきたなみたいな気もして時々ノートを書いてるんですけどす、ね、じゃあ次はあれなんですかねノートでまた何かこうリアルタイムで何かこう進んでいくのがあったりするんですかねねあったらいいいでですすけど、ねね、面白いですよね そしてそして、してはい。12年、2012年リリースのダイサワ時代。ああ<ー>、ねえ、時計動物ダイサワデイズ。そう、あ、そうですね。これは、はい、あー時計度だから10年、1周年記念なのかなきっと。うんあ。あ、合ってる？ってことなのかな？うん。うん ああそう台座の10年を振り返るっていう意味で、うん、そのほとんどは啓発曲だけどその中から、えー、とオムニバスを作ったんですよねうん、うん、このそうリリース時に公開されたあの遠藤さんと元 UKP スタッフあのポリのマネージャーだったマスピーの、ねはいはい、対談も UK プロジェクトのヒストリーから見れるんですよねホームページ。 まあまあまあ誰,誰がど,どの話を <laughs> 分かってくれるか分かんないですけどこの10周年をき 10, 10年記念した「大沢時代」っていう、ね、コンピレーションのなこれ中に入ってんだよねきっとね。うんうん、中にも入っててそ,それがそ ホーームページからのリンクでもオフィシャルホームページからのリンクでも読めるっていうやつだよねそういういことですかどうなんだろうこれまあ今読んで面白いと思ってるかどうか分かんないですけど、うん、この辺の音楽を聴いた人は案外面白いいかもしれないですよね、うん、よマスピーってね、うん、ポリシクスの昔マネージャーだったけど、うんうん、なんだろう なんか物知りなんだよね、オタクっぽいっていうか、なんか。オタクですよね。はい、オタクっぽいというか。はい、今でもそうだからね。変わんないですよね。全然変わんないよね。ね。うん。あ、でも、これすごいですね。十七曲も入って千三百円とかだったんだ。まあ、揮発曲ですからね。ねでも、まあ、サンプラーサブ、サンプラーっていう感じかな、その。まあ。 うん、ここはアンカで1曲ずつ聴いておいてもらって、うん、後でそれぞれのアーティストのアルバムに結びつけばいいかなっていう、うん、ああそうだ時代的にはこうレーベルのサンプラーっていうものも流行ってた時代だった気がするこの辺の前後無料のサンプラーももちろんあったし10曲, 10, 曲10曲入り500円とか20曲入り1,000円とか。 そういうレーベルごとに作ったサンプラーっていうのがあって、で僕らもそのそういった形でのプロモーションってあるんだなと思って、うん、それが実に跳ね返ってくればいいなと思ってやってたね。本当にね。<う>確かにでもさ、ちょっ名刺みたいな感じで、うん、そっからね入り口になったりしますもんね。んあとあとそうだその2012年のね4月からね。うんうん リップの、リップの E. M. I. 時代に廃盤になったラブトゥスリープとか。サーティンフラワーズとか、うん、タイムアシトぐらいのくらい、えっとウィークエンダーとかを。はい、e. M. I. からお借りして、再発してるんだよね。うん、すごい、この四月にバーッと、えっ、ー、と、五タイトルですか。はい,はいはいはい。やっぱ、その、なんか。余計なお世話だけど、リ、うん、ップっていうバンドのアルバ。ム この EM の初期のすごいいいアルバムが世の中にないっていうことがちょっと悲しいなと思ってあのお願いして貸してもらってこれはまあ今でも売ってるんですよね。その流れであれですよねオムニバスコンピのディのップのトリビュートもああそうだね。ねこれポリももしててらってますけどはいはい、はい 多分あの時初めて山路さんとお話ししたんじゃないかなああ<ー>、うん、もちろんポリ前にバ盤とか同じイベントに出てるとかもあったんですけどうん、うん、お話しする機会なくてしゃべんない時代だったんじゃないのうんそうそう,そう,こ<の>う完全そうそうこのリップそう2012のリップトリビュートの頃は、うん、だいぶしゃべるようになってたもんねうんうんうん、うん、そうそうクワトロでねあのー、ライブリリースのライブやったりとか そうですね。はい、ありました。うんうん。そっかそっか。もうでもそれが2012年。2012年ね。ねうん。でその本当直後にキノコ帝国がリリースっていうそうです、ね、キノコ帝国だったり。うん。牛、うん、毛のソロ。 あーそれは台座,ー台座レコードでいいですよね,ね仕方あるまい,い仕方あるまいですその前に石毛出てるんだなそうかうん、うん、漢字表記とあのアルファベット表記の石毛がいますけどもあ<ー>あるんですかねやっぱなんかあるなんかあるんですね、はい、なるほどなはい そうね、あ埼玉スーパーアリーガのワンマンの DVD とかも出てるもんねあスターテレホンズのねそうですねああいやそうだそうだ面白えな <laughs> しみじみしちゃって <laughs> しみじみしちゃうよねこれ大豆ー・レコードのことって結構、うん、自,分自分のレーベルだから、うん、話せるかなと思ったら、うん なんかリスト見てあああったなとかってあんまり話せないね,ねあんまり話が弾まないねかえって、ね、もう客観視してないからもう <laughs> そうそうそうなんか自分の当時のなんか感情とか思い出しちゃってうそうそうそう<笑><笑>でまだまださまだまだ触れてない番組の方が多いからねこのの中でそうですよねで悪いなとかさ <laughs> えっでもってことはこれ遠藤さんほぼほぼ 何かしらの現場にはこれいるわけですよね。だいたい全部いるよ。レコーディングはほとんど行かないですけどうん、うん、いますね。そっか。そう,あの Gold, My Pink いうね、はい、これをどう略すかみたいな話を昔したなゴルピンなのかユアゴールドなのかとか <laughs> いろいろ <laughs> ああそうあの <laughs> うちを辞めたいいレイチェルっていうね、はい レイチェルはえっとねモモキンって言ってました。いろいろあるんだ。ピンクだからね。そうそう。なんか今今だに今だにっていうか、なんか時々ライブや今でも見に行ってるらしいよ。そのあこのそのバンドなのかそのバンドの人がやってるばあのバンドなのか忘れちゃいましたけど。でもいい関係がついてるんです。モモキン。モモキン。モモキンが一番なんかなんていうかな。 オリジナルファンなんじゃないかなそうなんだ金ももじゃないんだしかもありますなはい。そうそんなことふと私も思い出しましたけれどもちなみに「桃金と知り合ったのは川原田さんからの推薦であそうなんだ川田さんからのそうそう今にちょっと似てなかった川原田さんはあれですよね SMA のね七団とかねあと事務所の方ですね あとスクールも前やってましたよ、ね、あ、そうだね、そそ、ね、そうそうそう,そう川田さんから川,川田さんの紹介で出すことになったんですけど、ね、ちょっと意外ですね、うん、それはもともと SMA にいたんですか彼らそういうわけじゃない SM 当時 SMA の所属だったですねああなるほどなるほど、はい、それでリリースはじゃあこの台沢でそうですそうですそう,すそうかそうか川田さん先輩なんでなんかあれう、ま、川田さんも同じが 学校？学校？いやいや、空さんは貴族の学校じゃないですか。そそか貴族？名字三文字ですからね。きっとあれは貴族ですよ。はい。漢字三文字だと貴族説。あ、東山とかね。あ、それあの発着ですよね。なんかギタールフのモードあれじゃん。三文字はね、なんかね、後期なんじゃないですかね。マジですか？それ説、まあちょっとありますよね、それ説。 <laughs> あとやっぱり2作しか出してないけど「<laughs> うん、レミューロメン」はねやっぱり結構強烈な思い出がありますねあれですよねマスピーがちょっと関わってたのかなマスピーそうっすねマスピー最初担当、うん、最初担当でであとうちもう一人依田くんっていうのは担当2人担当制みたいなね。うんうん これってレミオロメン的にもそんなにまだ CD いっぱい出してない世の中に出してない頃なんですかね。これフェスタはねファ,フ,ェスタがファーストアイテムですね。あもうファーストアイテム、ねはい、じゃあ本当初期のころのってことですね。そうなんですよん,なんか、うん、なんかねもうね、うんあのー、当時のね本人たちはね、うん、あんま山梨から来た人たちじゃないですか。うんうん、はい で俺もガレージで見たこともあるし、うん、なんかそんなお客さんいないんだけど、うん、まあやっぱりスタッフの人たちはねもうね絶対百万枚売るぞみたいなねーへーみたいなもうえ、事務所の人たちはいたんってことですかそんなお客さん入ったらウロン社ですからねああなるほどロン、はい、<ー>絶対売れるからさ、遠藤くんみたいな、うん、お,おそうっすかみたいな ままあまあこういう人いるよななんて思ってたらこいつら本当に100万枚売り上が <laughs> 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 ってやっぱすげえなーって最初から小林武さん完全プロデュースみたいな感じでっかっかなんかそうね売れるって言ったら売れるんだっていうことではなく、うん、っ才能ある人と才能ありしてる人が <laughs> <laughs> くっついて仕事するとこうなるんだなってね。うんうんうん やっぱ,やっぱ想,像想像できないよね、うん、一番最初に、うん、そのちっちゃいライブハウスで20人とか30人とかの前に演奏してる時に、うん、本当にそうなるのかどうかっていう確信ないけど、うん、やっぱそういうことを見抜くスタッフっているんだなって思って。そう,そうね、うん、でね<ん>大したもんだなやっぱすごいなって思ったなんか。うん だってそれからそんなに時間が経たずの話でですすもんねねよやっぱりもうみんなちゃんと考えてこの「三月9日」うん、っていう曲も割ともう前にできてたけど、うん、この曲を出してこの曲を出してこの曲を出してみたいな、うん、あのちゃんとバンドのストーリーが考えられていたしんなんかで,だできたから出しちゃいいみたいなもんでもなくて。うん やっぱりそのバンド最初はバンドっぽい感じとか、うんうん、なんかなんかいろんな考え方があって、うん、それをうん緻密にねなんか計画立ててやっていくっていうこと大事なんだなっていうこともその時思ったんだよね。うーん。それがもう2003年だ。そう。2 0、うん、結構最初の頃ですよね。大沢的は。そう,そう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 。なるほどな。 ままあまあこんな感じで、ね、いっぱい出てますけれども今でもコンスタントに出してるじゃないですか、ね、今でも出してますねさすがに最近はね、うん、最近っていうかまあ配信だけのも多いですけどうん、うん、だけど、うんポーー「ポーリーポーリーウソつき」であと「ペリカン」か。ペリカン、うん 沢祭りっってていうツアーやレーベルの人同士でこうあんまり接点とかなかったりしたのかなあったりしたのかなあのね、うん、あんまりあんまりなかったななん,な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 んだろう特にね、うん、特にこのレーベルの人たちはね陰気な人たちゃが多いんだよね, <laughs> ね <laughs> そんな感じんすね。中にはねこうすごい社交的な人もいるけれども。ペリリカンンのアンリック、うん アンリリ君とポリの腰は仲いいんだよでペ,ペリカンとポーリーと嘘つきでやると、うん、なんか嘘つきの、ね、武田君だけちょっとねはぐれちゃうんだよねなんかね <laughs> なんかでみん,な,な,んかなんか文系のニューいするんですけどねちょっと違うんですかねまた多分ね武田君の方がちょっと年上なんだと思うあそっかうんそれもあるしそこでウェイッとこう。 言えないとする感じではなく。うん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 。竹田くんはほら公的にあんま話は面白くないし。あとは何なんだっけその。コシくんはほらもうなんか。インキだし。インキでどんどんすぐ泣くし。すぐすぐ拗ねるみたいなイメージがありますけれどもね。そう。すぐ泣いたりわけわかんなかったりするからなんか。でも遠藤さんそういうタイプの人好きじゃないですか。うんまあそうそうなんだけど。 だしくもくんなんかこうラジオ出てくれた時も結構ガンガンいじってましたよねカンピょうおをカンピょうネですからねカンピオネ。うね、<laughs> そうそうラジオ今でもリリースし続けてますけれどもスタートしてからもう20年経つじゃないですかそうですねでレベルとしてなんか進化したなーみたいなところとかあとなんかダイザーレコードとしてこれからやってみたいなーみたいな うんあるようなないようなっていう感じかな <laughs> もはや。もはや。やっぱりさっ,きさっき言ってた、うん、そのレベルってやっぱり、うん、ずっと続けて一人の人がずっと自分の提出で続けていくっていうのはやっぱ難しいね、うん、なんかね。うんうん まあかっこ付けて言ったら、ここシャネルだってデザイナー何人も変わってますよねみたいな。かっこいいことだから。いやいやいや。あでもね、デザイナーは変わってますよね。はい。だから、まあ、例えば、まあ。だってもちろんシロップでも、シロップが自作脱出したら、それは。きっとダイザーレコードなわけじゃないですか。はい。で他のいろんなアーティスト。 ロストインタイムだってそうだし、うん、が出す時は大沢レコードで会ってくれたらいいなと思うから、はい、その例えば僕じゃなくて僕が僕そのうち引退するわけなんで、うん、誰かそう私,私がミスターザワですみたいなねミスザワでもいいんですけどそういうふうにそういうふうになんか続いていくといいなっていうか、うん、まあ 神社みたいなのがあって神、うん、主さんは代々変わっていくけれども、うん、なんか神社はずっと変わらないみたいなこれ発展的な話なのかどうちょっと分かんないけどそう分かんないけどでも、まあ、人,はだ人は誰だって年取っていくもんだし「ば、うん」いやこの場「ば、うん」いつでもこの「 なんかうん、そうだから30年前からあるライブハウスとか50年前からあるライブハウスみたいな感じで、うん、まあその卒業したアーティストも戻ってこれるしあるいはここからまた新しいアーティストが生まれるみたいなそういうそういう場でありたいなっていう気はするんで、うん、なんかうんそのどんどんねいろんなスタッフがあの、うん、やってくれたらいいなって っていうのは希望ですけどね。なるほど。じゃあ、そしたら遠藤さんも初代ダイマスになるわけですよね。初代がつかんですよね。ああ。それ二代目ジプシーローズとかそういう。話三代目なんちゃらみたいな。そう。いいですね。ジプシーローズ。はい。それいいですね。はい。そういうことですよね。そう、そう。引田天功でもいいみたいな。誰か。話で。 あのせん仙台仙台の大マスワとかってこう二代目の大マスが言いる。終末とかねして <laughs>、<laughs> 本当かな <laughs> ね。ねそんなライザーレコード近々のリリース予定とかありますか。はいはいえー、っと4月21日に配信で出たばっかりですけど、うん、エイジファクトリーの。はい えっとアレブン先行配信の曲と、うん、あとえっ、ー、とイストウケラボの日樹くんのソロ、うん、えっとはい、ハヤと弘樹っていう名義で、うん、えっと結構チルなやつを <laughs>、うん、出してますよ。なるほど。<あ>ぜひぜひチェックしてください。はい。は 今回はダイザーレコードについてお話をしてきましたがねやっぱ20年やるってすごいですよね。あーでも、うん、やっぱそれはな,なんだろうね、うん、まあ、なってたなってたぐらいの感じかななんか安ーさんがフラットにやれたのかな割と、うん、割とだってこれこれってやっぱり、うん、例えば。 出さないと思ったら5年でも6年でも出さなくていいじゃないですかレーズって、うん、そういう意味では楽だよね絶対に1年に3枚ずつ出していかなくちゃいけないとかっていうことじゃないから、うん、出したいと思ったらボン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 出してダイザーレコードっていうテイストのアーティストがいなかったら、うん、それはしばらく出さなくていいから長いこと続けるには休み休み自分のペースでやるっていうこと。 なんですかね。初代ダイマスからの、ありがたいお言葉でございました。はい。はい。ということで、感想や質問など、ぜひハッシュタグ U. K. P. ラジオをつけて、つぶやいてください。U. K. P. ラジオのツイッターアカウントも、ぜひチェックして、フォローもお願いいたします。はい。はい、ええー、次回はですね。二千三年から2008年までの。5年を振り返っていきたいと思います。うんはい、いよいよだんだん近づいてきた、ね。きやっと。はい。と来ましたね。はい。過去に配信した分も、いつでも聞けるので。 過去の回をまだ聞いてないという方はぜひ聞いてみてくださいはい。UKP ラジオは UK プリフェクト遠藤光一とポリシックスふみがお送りしました